プロセカ、ガチでヤバすぎた。朝日奈真冬ちゃんのお母さんの寄稿、パート3。1、カナデイの接近。娘に音楽活動をやめさせたいお母さん。真冬が遅くまで音楽活動をやっていたことを知った際には、自らナイトコードのアカウントを作成し、カナデちゃんに接近。真冬との音楽活動を控えるよう直々に頼み込んだ。さらにはカナデちゃんと直接会って話がしたいと、娘の友達と二人っきりで会うという異様なシチュエーションを生み出した。2、母親の真意。娘に音楽活動をやめさせたいお母さん。かなでちゃんとのオフ会の際には、真冬の人生に音楽は必要ないと本音を話す。かなでちゃんも真冬の思いを聞いてほしいと訴えるも、本当の思いを聞いた上で、音楽をやめさせようとするという、娘の意思を無視するかのようなサイコパスっぷりを見せた。3、パソコン破壊。やっぱり娘に音楽活動をやめさせたいお母さん。いつも通り娘のパソコンで勝手に調べ物をするも、飲み物をパソコンにこぼし故障させてしまう。この事態が故意か過失か、その真相は不明であるが、結果真冬はパソコンでの作業を封印されてしまった。真冬ママを説得する方法があったらコメント欄で教えて。